今日から6月に入りました。今月から変わる制度もあります。自転車による事故が多く起きている中、今日から悪質な自転車の運転者に安全講習を義務付ける改正道路交通法が施行されました。武田記者の報告です。信号無視です。イヤホンをしての自転車運転、非常に危険ですよ。都内でこのような危険で悪質な自転車運転が目立っています。警察庁によりますと、自転車が関わる事故の6割に自転車の運転者側に法令違反があることが判明。さらに過去20年間で交通事故の死者は4400人と6割減っているものの、自転車と歩行者との接触事故が3割増えているということです。信号無視、遮断機の降りている踏切への立ち入り、それから制動装置不良自転車の運転という、いわゆるピストというブレーキのない自転車の運転の違反というのが多くなっています。今日から変わった改正道交法の自転車運転者講習の対象となる危険運転とは、酒酔い運転、信号無視、一時不停止など14項目、スマートフォンを使いながらの運転や傘を差しながらの運転などは事故を起こせば対象となります。14歳以上の運転者がこうした危険行為を3年以内に2回以上繰り返した場合、公安委員会から講習の受講命令が下ります。安全教育を受けさせて、これまでの自らの危険な運転行動をですね、自分自身で気づかせて、それを改めさせる。国土交通省では、自転車は車であるという考えに基づき、自転車と自動車を混在させる車道の整備を進めています。施行に合わせ、今朝国道246号線の上馬交差点から三軒茶屋交差点までのおよそ1キロのバス専用道路の左端に、自転車の動線を示す路面表示、自転車ナビラインが設置されました。さらに、自転車専用レーンにもかかわらず車が駐停車しています。自転車が避けました。非常に危ないです。車を避けようとした自転車と後ろからの車が接触する事故が多く起きていることから、自転車専用レーンにポールを設置、車の駐停車を物理的に止めました。こうした対策を行ったエリアでは、自転車による交通事故が1年間で3割から4割減ったということです。警視庁と国交省は、利用者の意識の変化や通行への影響について検証するとしています。この自転車運転者講習ですが、受講料は5700円で、受講しなかった場合5万円以下の罰金が課せられます。都内では4月末現在、自転車による交通事故で亡くなった人は15人と、去年に比べて6人増えています。通勤に買い物にと便利な自転車なんですが、危険も潜んでいます。どうぞ安全運転を心がけてください。